皆さんおはようございます。前回の続きで1日目だね。そうだよ。ちょっと早いというか早すぎるくらいだけど、起きちゃったのでね。コーヒーを飲んでます。さて、2時間ほどしましてそろそろ行動開始です。そういや、今日は何をするの？まずはね、ここ上越妙高駅から直越に向かいますね。で、直越からは時鉄の観光急行に乗ります。七尾線で使ってたやつを時鉄が引き取って観光列車的なのに使ってるやつね。うん。急行券を購入でその急行に乗れるんだけど、今回は朝から夕まで455ってコースがあって1日1座席を貸し切りできるんですよね。1日貸し切り、食事とかも出るんだよね確か。そうだよ。で、まずはあちらの窓口でフリーパスを買いましょうか。ということで、こういうものです。よくあるフリーパスです。全線1日乗り放題。で、これで上越妙高駅入場して、直越駅に行きます。さっきの朝から夕までのやつは急行券のみの販売だから、フリーパスを別途購入しないといけないのね。なおえつ到着。案外すぐね。地元の利用が多かったね、朝だからかな。てなわけでね、一旦改札を出まして、窓口で朝から夕まで455の受付をしましょう。はい、受付をしてきまして、これがその急行券です。快速1往復、急行2往復の指定券ね。そうだよ。あ、ちなみに当日の購入はできなくてネットで2日前くらいまでに申し込みする必要があるよ。で、当日に直越ないし、上越妙高駅からの乗車ということになるよ。ということで、入線です。これはまだ急行じゃなくて、快速列車だね。そうだね、だから乗車券だけで乗れますね。乗車後の感想だけどの快速の乗客を見ると地元利用もある程度はあるみたいですね。入線してきたんで、乗り込みましょう。はい、これがね、これから1日貸し切りの455の車内です。ちなみに JR 時代のはこんな感じですね。モケット交換して、ボックスのところにテーブルをつけたって感じだね。こんな感じでところどころ JR 時代のものが残ってますね。路線図はここしかなかったのよね。他の車両にはなくて455に1箇所だけあったのでわざと残してあるんだろうね。早速指定席サービス。これは朝食だよね。うん、朝食のおにぎりがサービスですね。8時43分、直越駅発車。まずは快速として、妙高羽馬ラインを走行していきます。ちなみにこの快速、通過駅は北新井だけで事実上は普通列車ですね。直越を発車してすぐ、旧北陸線と旧信越線が分岐、信越線の方に進んでいくよ。信越線の新潟県区間は、妙高羽馬ラインっていうのに変わっているのよね。そうだね、名前の通り妙高山が車窓から見える路線だね。直越を出てすぐ、春日山に到着。ここは、市役所が近くにあるようね。しばらく信越線を走ると、田園が広がって妙高山も見えてきたよ。まあ、この動画じゃギリギリ見えないんだけどね。ということで、写真をドーン。これが妙高山ね。
他の位置からだとこんな感じ、印象が変わるね。妙高高原に到着。数分の後、折り返し直江津駅に向かいます。で、これはですね、直江津に向かう途中にある二本木駅です。ここはスイッチバックの駅になってるところだよ。スイッチバックって言うと一旦向きが変わるところだね。そうだね、まずは普通に二本木駅に入線。で、数分停車で発車、一旦進行方向が変わって後ろに進むよ。引き上げ線に入ったら、再び前に進んでいくよ。で、直江津に戻ってきました。次からいよいよ急行としての運転だね。うん、一般の人は直江津到着後列車の外に出ないといけないんだけど、指定席の人は車内に残ることができても自動率1の立派なしです。ちなみにドアが一旦閉まるから、その前に車内に残るか出るか決めないとね。まあ今回はもちろん残りますけどね。さて、直江津に着いた後ドアが閉まってしばらく車内で待機です。着いた地下仕切りの人は自分入れて2人で、もう1人は下車したので今は乗務員の方を覗くと自分だけになりました。さて、しばらくすると扉が開き、行き先は市ぶりに。急行1号の準備が整ったようです。この急行からある意味本番という感じね。うん、ここから本格的に指定席のサービスが発揮されるよ。ということで、急行1号市ぶり行き発車です。時刻は11時頃ね。で、これから日本海を見つつ列車に乗っていくと、そういう感じですね。で、これから昼に近い時間ということで、昼食サービスがあります。なんだっけ？カニ飯だっけ？まあ、その時に説明するよ。と、ここは有馬川に近いところで海が綺麗に見えるところだね。並走してる道路は国道8号だっけ？うん、天下の8号もここでは1車線制限50キロだね。ということで、脳に到着。ここで、いよいよ昼食が配られます。いやー、お腹減ったし、いよいよね。で、停車中にお店の方が持ってきた釜飯が机に運ばれてきました。お店で食べるようなものを、列車で食べれるっていいわね。そうだよね。こういう非日常を体験できるという意味でもこの列車の価値がありますよ。さて、食事をしてたらね、いつの間にやら糸魚川駅付近に来たようです。上を映しているということは、電源切り替えね。そうそう、当たり。今となっては車内の電気が消えるのは珍しいね。さて、糸魚川に到着、しばしの後発車します。そして、市ぶりに到着、10分ほどで折り返していきます。で、今度は急行2号直江津行きになります。さっき来た道を戻るのね。そうだよ。
そして、ノート、灘地に停車して直江津に向かいます。で、直江津に到着です。これで、急行1号2号と乗車したことになるね。うん、ということでこれで、3往復のうちに往復が終わっちゃったね。あと、1往復ということで、もう終盤に突入です。長いような短いようなそんな感じだね。さて、今回も例のごとく折り返し待ちの間列車内で待機でございます。さて、市振りに向け出発。この急行3号と4号は途中糸魚川市振りが普通として運転されるんだよね。そうそう、確か昔の急行は末端区間では各駅停車になることがあったみたいで、それの再現だったと思うよ。なるほど、今でも新幹線で似たようなことやってるよね。で、この3号では時刻が15時過ぎということで、スイーツが提供されます。なるほど、15時のお菓子ということね。せやね。で、こんな感じです。発車後しばらくして運ばれてきましたかね。これは、地元のスイーツのお店のものらしいわね。お店の紹介カード的なものに書いてあったね。朝、昼、そしてこのスイーツと、全部沿線のお店のものということで、そういうお店の宣伝にもなってるんじゃないですかね。有馬川です。ここで少々停車、写真を撮りました。ここは、駅舎が結構レトロでこの列車と雰囲気が合いますね。外からも見てみたいけど、駅から出れないからね。沿線走ってる様子だったら車で追いかけないとね。デザートの終わりにはコーヒーもいただきます。さて、能駅に到着。曇っててわからないけどね。トンネル出たばっかで温度差あるからしゃあないね。で、しばし停車の後、発車。糸魚川に到着。ここからは普通列車なんだよね。そうそう。だから放送とかも普通列車のようになるよ。
はドアを手で開けておいてください。久しぶりに到着。これで残りは急行4号のみと。8時間超えって聞くと長いように思ったけど、終わりが近くなるともっと乗りたいなって思うのはいつものことね。うん、この時の特殊な気持ちがね、どういう仕組みでこうなるんでしょうね。さて、最後の急行4号。正確にはまだですが、ここに来てちょっと晴れてきました。うん、良さげな映像が撮れるかもね。さあ、ここでちょっとおまけ。これが、今回の乗車で使用。下急行券と、記念の乗車証ですね。左は表面で右が裏面ね。そうそう。で、まあ、乗車記念証とか配布物もあったんで途中車内販売で、お土産と別にクリアファイルも購入しました。カバンにぶっ込んだら悲惨なことになるから必須ね。このクリアファイルもでも役立つので購入してよかったです。で、さっきのは印刷機でスキャンしたものなんだけど、実は切符とかもしてるんですよね。で、その時気づいたんですが、東と西日本の切符の紙ってなんか違うんですかね。上越妙高カラーのと、新潟カラーのを比べると、東日本の方若干変色してるんですよね。これだと見にくいかもしれませんが、肉眼だとかなりはっきりわかりますね。紙質が違うんですかね？ちょっとわかりませんが。ちょっと疑問に思いました。それだけです。17時37分。北北線松台東賀町に埼玉市方面、普通列車
側行きは6番乗り場から17時58分の発車です。またこの列車は名古屋駅に到着後回送列車となります。通勤時のご乗車はできません。ご了承ください。また名古屋駅の到着後側面の行き先を変更いたします。ご興味のあるお客様はホーム上にてご覧ください。車内に落とし物、お忘れ物与えませんようお待ちください。まもなく終点名古屋駅です。一番乗り場到着、お出口は右側です。またのご乗車を心よりお待ちしております。はい、ということで急行はこれにて終了です。8時間40分もこれにて終了です。いつの間にかもう1日終わっちゃったね。うん、まんま仕事の時間やんって感じですね。最後に幕回しですね。はい、ということで、今日の工程はこれにて終了です。この後はホテルに帰ってまた明日と。はい、そうです。ちょうどいい感じで上越妙高方面の列車があるので向かいましょうか。まあ、ということで、ご視聴ありがとうございました。